治山一行4名は岐阜県産業の輸出振興を図るため4月30日岐阜を出発、南北アメリカの視察と県の移住者慰問を兼ねて現地視察を目標に出かけました。ニューヨークの世界貿易見本市の見学や産業教育の実情を視察、ブラジルでは日本人移住地のコーヒー園も視察しました。楽しいお昼休みのひととき、こうして視察を終えた知事一行は5月17日日本へ帰ってきました。多くの成果を挙げて帰国した知事一行は5月18日元気に岐阜駅に到着。プラットホームでは100歳近い前知事武藤朗の出迎えに知事も嬉しそうです。駅頭に出迎えた県民に報告、知事室では新聞記者に囲まれて視察の成果を語りました。県では初めての試みとして県会議員と同数の良い子たちが集まり模擬県議会が開かれました。議長選挙も本物そっくり。いよいよ議長が選ばれました。知事さんの登壇を求めて県政全般の説明を聞きましたが、良い子たちは目を輝かせて熱心に耳を傾けています。こうして県政などの勉強に意義ある楽しい一日を過ごしました。昭和34年8月の集中豪雨と9月の伊勢湾台風で養老町猫路地内の牧田川堤防が決壊、長期淡水によって田芸和住に大災害をもたらしてから1年目がやってきました。ここ田芸和住では必死の復旧工事でようやく決壊口もコンクリートの堤防ができ、もう安全です。土地改良工事も順調に進み、今年も豊作であるようにと部落総出の田植えです。道路の整備は県政の重要な施策、中でも永久橋への架け替えは最も大切です。ここ鴨郡白川町の地元では肥前橋竣工の喜びに沸き返っています。旗行列の生徒たちも嬉しそう。関市千引大橋では武藤前知事未夫婦を迎えて渡り初めが行われました。渡し船の悩みも今日からはいよいよ解消です。地元の人々は全く大喜び、こうして次々と立派な永久橋ができていくのです。県では豊かな農村を作るために共同で山林や原野を開墾して農業経営の規模を拡大するように指導しています。また草原のあぜまに牧草を作り、養蚕と畜産の一体化を図っています。
豊かな文化生活ができるように養蚕のやり方もすっかり改め、共同飼育や簡易養蚕ハウスで屋外上層育によって労力の軽減を図り、生産費を安くして養蚕の近代化が進められています。8月10日から13日にかけて県下を襲った2つの台風11号12号は各地に集中豪雨を降らせ、ついに長良川の左岸右岸ともに数カ所が決壊、濁流は一瞬のうちに家も田畑も押し流し、大きな被害をもたらしました。県では直ちに災害激甚地の岐阜市、美濃市、関市、金山町、八幡町、三輪村、南村の3市4課町村に災害救助法を発動、救援の万全を期しました。伊勢湾台風の被害が未だ十分癒えない矢先に、またこの豪雨に見舞われ、被災住民の焦燥は深刻です。この豪雨による被害総額は8月17日までに判明しただけでも実に57億円余りに上っています。長良川上流の美濃橋もたもとを現れています。一瞬のうちに壊された家は当時の水の勢いを思わせます。呆然とさまよう被災者、芥見の決壊口と河原と化した田畑、浸水当時の時刻を示す壊れた時計、応急給水と炊き出しの握り飯に被災者もほっとしています。近くの小学校に避難した人たち、災害の翌日、折からの雨の中を松野知事は古田県議会議長とともに現地を訪れ、雨の中に活躍する水防隊や救援作業隊を激励。また被災者の切実な声を聞き、一刻も早い復旧を約束、再びこのような災害を繰り返さないよう誓いました。